果ての村のチャレンジを消化していくよ。まずは鳥の糞まみれの悪魔像に挨拶。うつわ、何それ美味しいの。というわけでこのチャレンジは進行できないので放置。岩ロックから集めた宝石を売りに行くよ。火打ち石と夜鉱石以外を売却して4500ルピーほど確保。桜田さんこんにちは、お家売ってください。薪はすでに集めてあるので問題ない。薪30個と3000ルピーを支払って我が家を購入。そして猪木田はアッカレに旅立つ。チャレンジ完遂のために家具をすべて購入しなければならない。装備品スタンドと家具と外交、合計14個で1400ルピー。家の購入と合わせて全部で4400ルピー必要になるが、防具にお金を使うことがないので、岩ロック数体を倒せば十分足りると思われる。全部購入するだけで10分近くかかったので丸ごとカット。最初から一括で買わせてもらえませんかねこれ。後々必要になるので風切り塔と2連休は家に置いていく。次は万作さんのチャレンジ。バッタを100匹集めなければならないらしい。10匹におまけしてもらえた。あらかじめ集めておいたので渡してチャレンジ完了。残り90匹頑張ってくださいね。次のチャレンジへ行く前に時間を夜にしておく。羊をさらわれてお怒りのご様子。果ての村南東の海岸、果てのビーチへ。まずは見張りをスナイプ。二人を伏せるのが気になるが、先にこちらを不意打ちで片付けることにする。あ、これは。野獣が失敗した時は一目散に逃げるに限る。少し時間を潰してから改めて野獣。白ボコは90以上の攻撃力ならば一撃で倒すことができる。よし、まずは黒ボコから。と思ったら普通に見つかってしまった。あと3体どうにか片付けてしまいたい。と、欲張った結果槍で疲れて死ぬ。上にいる白ボコを先に片付けておいた方が良さそうだな。まずい、見つかってる。まあ一体だけならどうにかなるだろう。ここは氷の矢で。と思ったがどうやらこちらを見失った様子。パラセールを開いたまま着地する、これ大事。また気づかれた、かと思ったがどうやら朝4時になって普通に起床したらしい。できれば夜の間に片付けたかったが、時間をかけすぎてしまった。一体だけなので内輪で処理。宝石を拾わせろー。あ、これ溺れるのでは。セーフ、無事生還。先に青い方を倒したいが狙いが定まらない。そんな時はこれだ。これで残りは一匹。隠れてやり過ごしてから今度こそ不意打ちを叩き込む。よし、これでとどめだ。あ、まずい、普通にミスった。回復される前に仕留めなければ。ゴリ押せー。
ちょっとグダグダになったがどうにか片付いた。さて、報告に行く前に少し寄り道がある。槍を回収して。果てのビーチから東、楓半島へ。まずは記念撮影。待て待て、動くのが早いぞ。というわけで気象岩ロック戦。背中に交渉があるタイプは面倒なので、槍なしではあまり相手にしたくない。槍さえあればぐるぐる回りながらツンツンするだけの簡単なお仕事である。まずい、リザルスピアが思った以上に脆い。もう一本拾ってくればよかったかもしれない。持ってきた3本を全部使ってしまった。あと少しなので体験でどうにかしよう。討伐完了。果ての村に報告に戻るよ。なんと牛乳が入った瓶を10本ももらえた。でもこのハイラルには空き瓶システムないんだよね。今できるチャレンジは大体完了したので、次は果ての村の南へ。北の湾にへそくりを回収しに行くよ。上の方から絶え間なくメロディが聞こえてくるが無視して宝箱オープン。ホコラチャレンジの伝道師、カッシーワさんに挨拶。まあ今回はミニチャレンジだが。リンクが腰からぶら下げたものを見て何かを察したようだ。おう。17時に岩の影が差す場所にお宝があるそうだ。それならさっき見つけました。チャレンジ完了。次はアラブー平野のあたりでお会いしましょう。近くまで来たので、果ての孤島の祠へ向かうよ。遠くに見える最果ての塔は、フィローネ島のエリア探索時に向かう予定。さあ初めての力の試練、しかもいきなり極意。まあ強い武器もあるしなんとかなるよね。と思ったら武器が折れる。使いかけの武器ばかりなのでどんどん折れる。ここの柱邪魔だな。特に効率よくダメージを与える手段もないので普通に殴っていくよ。本当は属性矢を使えば楽になるが、もったいないので今は使わない。危ない危ない、ゲージの管理を誤ると簡単に死ぬので怖い。おっと、今のは完全に死んでる動きだった。ぶったりるかなこれ。太刀も使いかけだったのですぐに折れてしまう。そういえば忘れるところだった。はい、記念撮影。ここまで来ればあとは盾が1枚あれば大丈夫。ちょっとヒヤヒヤしたが攻略完了。かなり消耗したが強力なガーディアン武器が3本も手に入った。使わないクライムグローブ入手。武器が一気になくなったので調達のために双子馬宿へ。まずは不用品を売却。時間を夜に変更。ドクダミセンブリの兄弟から財宝の情報を売ってもらうよ。
どこかの滝の近くにお宝があるそうだ。武器の調達に行くには少し早いので、コログの回収をしつつ時間を潰すよ。風船割りは内輪を使って矢を節約。武器変更で硬直をキャンセルして起爆をするよ。当たらねえ。めんどくせえ。ちょっと時間をかけすぎてしまった。時刻は午前3時、まあちょうどいい頃合いだろう。クロチェリー平原の南、ひっこり森林へ。今回のターゲットはスタルヒノックス。まずは撮影。爆弾矢を使いたいのだが、折悪く雨が降り始めてしまった。ちょうど近くにホラー穴があるので、これを利用することにするよ。爆弾矢さえ使えれば勝ったも同然である。爆風を当てれば一発で目玉を落とすことができる。あとは適当にサッカーをするだけ。持ち上げられなくなった、ということは、目玉を落とした状態で午前5時を迎えたので、自動的にこちらの勝利となる。時間を調整する必要があるが、この方法なら爆弾や一本で討伐することができる。正直スタルヒノックスは面倒くさいので、この先成功法で戦うことはほとんどないだろう。雨が止むまで時間を進めてからラムダの財宝を回収に行くよ。川の源流の滝の上まで登り洞窟を発見。何かと便利な火炎の剣を入手。槍も持っていきたいが、ポーチに空きがない。ちょっと惜しいがブーメランを捨てていくことにする。崖を降りて川沿いのホラー穴の中、トトイサの祠へ。カラクリシリーズの中でもかなり優しいので普通に攻略するよ。まず鍵を入手してから、ぐるんと回して道を作る。ここもアクロバティックな解放がありそうだな。扉を開けて攻略完了。武器がいっぱい手に入ったので大地の近くまではアップ。スルーしていたイワロックを倒しに行くよ。強力な槍のおかげで楽に討伐。続いて双子山とかかりこ村の中間、メイブル高原へ。この岩ロックも背中タイプなので槍で倒すよ。ちょっとだけ残ってしまったので最後は体験でフィニッシュ。簡易防寒具の火炎の剣が手に入ったので大地へワーク。雪山エリアのコログを回収するよ。これで大地の探索は完了。大地の南、前回忘れていた赤いボコブリンの撮影へ向かう。爆弾で吹き飛ばしても HP1 残るはず、と思ったらすごい勢いで飛んでる。間に合えギリギリセーフ。ここからは双子山周辺のエリアを探索していくよ。まずはハイリア湖の北で思い出を回収。記憶の時系列的には中盤、ゼルダがリンクと打ち解けた後のお話。才能が全くなくて、絶対に騎士になられればならないと言われたら、あなたはどうしていたと思いますか？かつてはコンプレックスの象徴だったリンクに対し、自分の弱さをさらけ出せるまでになったという変化を感じさせるシーンなのだが、まあこれだけ単体で見てもよくわかんないよね。
コログや宝箱を回収しながら北上、花の中巣の近くまでやってきた。当たらねえ。こいつのヘッドショット判定どうなってるんだ。乗れそうにないので宝箱は落として回収。面倒なところでオクタに絡まれてしまった。電気の矢でサクッと仕留めよう。くそー、結局食らってしまった。またお前か投擲あり。花の中巣に上陸するため木を倒して薪にするよ。草むらの中に火種を置くことで確実に上昇気流を起こすことができる。上から失礼します。流れに乗せて、というタイトルだが流れに乗せずにクリア。祠から出たところでおもむろに回転切り。怒られた。これで祠チャレンジ開始&完了。ちょうどいい乗り物があるじゃないか。ちょっと借りていくぜ。三つ並んだ柵を飛び越えて、コログを回収。かなりの大所帯がいる。正面から行こうとしたら、疲れて死ぬ。さすがに無謀すぎたので裏から行くよ。まずは見張りをします。あまり意味はないが吹き飛ばしておくか。この鉄の箱を運んでこの辺に置いておく。ライネルの弓と電気の矢を用意。さあ食らうがいい。しまった、全然巻き込めていない。なんでそんな物陰にいるんだお前たちは。さあパーティーの時間だ、みんな集まれー。水たまりで濡れている敵に電撃を叩き込んで拡散させるよ。足元に打ち込んだ方が確実だな。あとは適当に処理。敵が散らばっていたせいで思ったほど綺麗には決まらなかった。おっと、もう一人残っていたか。くたばれ。今度は何かを続けてアデヤコの周辺へ。ここも襲っておくか。見張りを始末して宝箱を回収。あとは笛打ち。出た、一番面倒くさい岩ゴルフのコログ。しかも坂の上まで運ばなければならない。まずは適当な金属武器を落としてからビタロックしてはなくマグネキャッチを使って押していくよ。まともにやると武器を数本持っていかれかねないので、絶対にビタロックは使ってやらない。双子山方面に進んで岩ロック、弟、を討伐。ここの双子は両方頭に弱点があるいい子なので助かる。山を登り山頂へ。気温は氷点下だが火炎の剣があるので問題ない。答えは上から5、1、2、4、2。答えを思い出すのに数分かかったがなんとかクリア。寒い。次は低い方の峰へ。二
双子の岩ロックから察するに、どこかの有名な兄弟みたいに低い方が兄なんだろうか。こちらの答えは上から2、4、1、3、5。2からスタートして2つずつずらすと考えれば覚えやすい。北上、南下と来て再び北上。今までのエリアをジグザグにくまなく探索している感じになる。あいつらなかなか寝ないな。餌で釣る作戦で行こう。全員反応しやがった、なんて嗅覚なんだ。いい食いっぷりだな、だが死んでもらう。さらに北に進むと今回の大ボス、歩行型ガーディアンと遭遇。無理に倒す必要は全くないが、近くまで来たついでに討伐しておくよ。あ、これはダメなやつだ。ダメでした。骨が鬱陶しいので朝にするよ。まともに戦うと武器の消耗が激しいので、ガーディアンは基本的にビームの反射で倒すことになる。ペイントも面倒だが、最も厄介なのがマスターモード特有の自然回復。回復が始まるのが非常に早いので、スムーズに反射できなければどんどん戦闘が長引いてしまう。なので自然回復を抑えるために、ビームのため中に爆弾でダメージを与えていく。おっと危ない。このように回復を抑えておくことで多少のミスを犯しても問題なく多敗。なんとなくこうなる気はしたよ。すごい泥沼にはまったので大体カット。面倒なのでここからは倍速。まず一発、これは普通に直撃。二発目も反射できたがよく見るとクリーンヒットしてない。3発目は足でガードされる。不調だぞこの野郎。4発目でようやくまともにヒット。そして5発目で終了。あーしんどかった。さて、一体倒したので次は2体目だ。さあかかってくるがいい。さすがにこの距離では当たらないか。こいつ今避けやがったぞ。またしても頭がブレて直撃を避けている。ちょっと立ち位置が悪いようだ。ヤチが開かないので距離を詰めることにする。待て待て、下がるんじゃない。見事に地形が悪さをしている。反射8回目にしてようやく討伐。今度は死なずに倒せたが、さすがにスムーズとは言い難い戦いだった。3体目に行く前に少し寄り道。この付近には岩ロックがいるので、周辺に近づくだけでオートセーブが行われる。さあラストの1体。はい。うん、セーブしておいてよかったね。無視すんな、こっち向けおら。3体目は3発反射してしんなり討伐。最初からこんな感じで行きたかった。というところで今回は終わり。次回は果ての地方を探索したりラネイルさんに挑んだりするよ。